お、久しぶりだな。そう言って私に声をかけてきたのは元夫だった。その顔は私をバカにしたくて仕方ないというほどにニヤニヤしている。お前、ローン返せずに家を売ったらしいな。ま、お前の収入じゃ無理だもんな。今はどれくらい借金を背負ってるんだ。そうやって私に聞いてくる元夫。きっと私の返答を聞いて思いっきり笑うつもりなのだろう。だが残念だったな。あんたの思い通りにはいかないよ。あの家、時価が一気に上昇して2億で売れたんだよね。私の言葉を聞いて元夫は一気に顔を青くした。私の名前はのぞみ、35歳の会社員だ。夫の正人とは結婚して2年になる。私たちの出会いは結婚相談所が開いた婚活パーティーで、私は友人に誘われてそのパーティーに参加していた。そこで出会ったのが正人だった。彼は一般企業に勤めるサラリーマンで、私より2歳年齢が下だった。私は今まで仕事を優先していたのだが、親から心配されて結婚相手を探すようになっていた。そして彼もまた同じで、親からそろそろ結婚した方がいいんじゃないかと言われて、今回の婚活パーティーに参加したらしい。お互いにそこまで乗り気じゃなかったことや、親にせかされている者同士、親近感が湧いて、一気に打ち解けた。別に結婚までしようと本気で考えていたわけじゃないが、せっかく何かの縁でこうして出会えたので、私と彼は連絡先を交換することに。それから仕事後とかに定期的に飲みに行くようになり、休みの日にデートにも行くようになった。マサトとは年齢が近いからか、話が合い、共通の話題も多かった。だから一緒にいてとても楽しくて、私はどんどん彼に惹かれていった。そして向こうも私のことを気に入ってくれて、交際がスタート。それから順調に交際を進めていき、1年間の交際期間を経て、私たちは結婚することに。彼がプロポーズをしてきた時は、とても嬉しかった。のぞみ、気がつけばお前は、俺にとって、なくてはならない存在になっていた。だから俺とこれからも人生を共に生きてほしい。俺と結婚してください。そう言って指輪を渡してきた彼。私は嬉しくて涙を流しながら、はい、よろしくお願いしますと返事をしてプロポーズを承諾した。それから私たちはお互いの親に結婚の挨拶をし、両家の顔合わせも終えて結婚式を挙げた。私たちの結婚を職場の人や友人たちなど多くの人が祝福してくれて、この上ない幸福感を味わった。それから私と夫は新婚生活をスタートさせた。幸せたっぷりの甘い新婚生活に、私は毎日ウキウキしていた。この頃は毎日同じ家で夫と過ごすだけで喜びを感じられていた。だが全く不満がなかったというわけでもない。夫は家事を全くしない人だった。俺、料理とかしたことないんだよね。だから全部お願い。ええ。私が少しずつでもいいから覚えていこうよと提案しても、夫は頑なに断った。マジで包丁とかうまく握れないし、味付けもわかんないもん。のぞみが全部やる方が早いよ。それに俺は仕事があるし。私だって働いているから、条件はほとんど一緒だ。確かに私の方が若干早めに帰宅することの方が多いが、それでも忙しくて疲れて帰ってきている。それなのに家事をすべて私に押し付けるのはどうなのだろうか。私はそんな不満を持っていたが、それでも離婚までは考えなかった。奥さんが家事をすべてやっているという家庭は今の時代でも多いだろうし、夫婦はお互いのいいところも悪いところも認め合っていくことが大事だろう。相手にすべて自分の思い通りに動いてもらうことは不可能だし、
それなら家政婦とかを雇った方がいいという話になる。だからもちろん大変な部分は多かったが、お惣菜を買ってきて楽したりしても夫は文句を言わなかったので、私は結婚当初から家事をすべて自分でやっていた。それからも不満はありながらも、夫との夫婦生活は楽しく過ごしていた。たまに旅行に行ったり、ちょっと奮発して美味しいものを食べに行ったりと、思い出もたくさん作っていった。そして気づけば、あっという間に2年という月日が経った。そんな中、私たちにさらに嬉しい出来事が。え、妊娠？うん、3ヶ月だって。すごいじゃないか、のぞみ。これで俺たちも親になるのか。そうだよ。名前とかも考えないとね。楽しみだな。あ、そうだ。これを機に家でも建てないか。え、家。あ、家族みんなで住める家を建てるんだよ。どうだ、いい案だろ。確かに、一生住むって考えれば建ててもいいかもね。よっしゃ、それじゃあ早速家を建てる準備をしようぜ。うん。あ、そうだ、私の親戚に建築家がいるから、その人に頼んでみる。そしたら少し安くしてくれるかもしれないし。あ、いいな、それその人に任せちゃおうよ。わかった、連絡してみる。私は妊娠という嬉しい出来事に加えて、家族で住む家を建てることになってとてもワクワクした。両親に報告するとものすごく喜んでくれて、父はすぐに親戚に連絡を取ってくれた。親戚の建築家は、私の頼みならぜひやらせてほしいと快く引き受けてくれた。夫にそのことを報告すると、おお、それはよかった、じゃあのぞみが中心になって話を進めてくれよと言った。私は夫のこの返答に少し眉をしかめた。え、二人で一緒に間取りとか決めないの？いや、そんなこと言われても俺あんまりわかんないし、とりあえずは広めに自分の部屋があれば OK だよ。それにのぞみの親戚が設計するなら、のぞみがコミュニケーションを取った方がいいだろう。契約に関することとか俺苦手だし。結婚当初から思っていたが、夫は自分が慣れていなかったり、初めてすることに対する拒絶の仕方がひどい。何でもかんでも自分はできないからと私に押し付けてくるのだ。せっかく二人でいろいろと話し合いながら進めようと思ったのに。しかも私は妊娠しているから、できればそっちに集中したい。だが夫はもう完全に私に丸投げする感じだったので、私は仕方なく一人で家の間取りなどを考えることにした。意外にも家について考えているのは楽しかった。夫には広めの部屋を用意しておけば、あとはすべて私の思い通りだ。逆にいろいろと好き勝手やれるから、夫に丸投げされてよかったのかもしれない。私は親戚の人といろいろと話し合い、予算のことも考えながら新居の話を進めていった。そして無事に話がまとまり、契約を結んで着工に入った。お、ついに家が建てられ始めるのか。うん、家が完成する頃にちょうど赤ちゃんも生まれると思う。一気に嬉しいことが重なるのか。やったな、頑張った甲斐があったな。そうだね。まったく、夫は何もしていないというのに、自分も一緒に準備してきたかのような面されてもな。私はこの頃からだんだんと夫のそういった調子のいい言動にイラッとくるようになっていた。夫は私が妊娠中に体調が悪くても家事を手伝うことをしてくれなかった。だから産休中は私は母に来てもらっていた。お母さんごめんね、迷惑かけて。いいのよ、私は専業主婦だし、気にせずにいつでも呼んでちょうだい。ありがとう。
母がサポートしてくれたおかげで、私はなんとか妊娠中に体調を崩しても日々を過ごすことができた。だが夫に対しては結構幻滅していた。これから子供が生まれても、果たして父親としてちゃんとしてくれるのだろうか。そんな不安が膨らんでいった。そしてそんな状態で、ついに家が完成した。実際に完成した家を見ると、とても綺麗でおしゃれで、親戚だから頼んだとはいえ、さすがプロの建築家だなと思う出来だった。夫のことで少しモヤモヤしていた私だったが、それでも完成した家を見て心が躍ったのは確かだ。おお、すごいな。これはいい家だ。これから俺たちの新しい生活が始まるんだな。そうだね。楽しみだね。これからもうすぐ子供が生まれて、家族でこの家に一緒に過ごす。そのことを考えるだけでまたワクワクする気持ちになった。そしてそれから3週間後、私は無事に出産をした。生まれてきたのは可愛い女の子だ。夫も両親も義両親も娘の誕生を大いに喜んだ。そして退院後は新居で私は子育てを始めた。新築の家の匂いはとても癒されるし、キッチンもシステムキッチンにしたからすごく料理がしやすい。夫も自分の部屋が広くて快適で満足しているようだ。その後、私は育休期間が終わり、仕事に復帰をした。それから保育園に娘を預けて、仕事後に迎えに行って、家に帰るという日々を過ごすようになった。相変わらず夫は家事をしてくれないが、その頃にはもう自分だけで家事をすることに何の抵抗もなくなっていた。だがそんな中、夫はだんだんと帰りが遅くなっていった。今日もまた残業だったの？ああ、もうクタクタだから、風呂入ったら寝るよ。え、ご飯は？ごめん、適当に食べてきちゃった。そんな、せっかく作ったのに。仕事だったんだから仕方ないだろう。いや、でもそれなら事前に連絡をくれれば。めんどくせえな。残業になった時は仕事が立て込んでる時なんだから、いちいち連絡する余裕なんてないんだよ。お前だって働いてるんだからわかるだろ。夫はそう言って、イライラした様子で風呂へと行ってしまった。その後も夫は夜遅く帰ってくることが増え、さらに休日も一人で出かけて行ってしまうことが増えた。家庭のことを全く顧みなくなったことに、私は不満がどんどん募っていった。そしてある日、その不満が爆発してしまった。それはある金曜日のこと。夫はまた連絡を一切せずに、夜中の2時に帰ってきた。お帰り。うわ、びっくりした。お前、まだ起きてたのかよ。寝てた方が都合がいいの？え、いや、そういうわけじゃないけど。俺は風呂に入ったら寝るぞ。ちょっと待って。なんだよ。あなたここ最近ずっと帰りが遅いわ、飲み歩いているわ、休みの日も出かけてるわで、私や娘のことほったらかしにしてるよね。もう少し夫や父親として家庭を大事にしてほしいんだけど。私がそう言うと、夫はめんどくさそうな顔をした。俺は一生懸命に働いて、一家の大黒柱としてこの家を支えてるだろ。嫁のくせに俺に意見してくんじゃねえよ。何よそれ。私だって働いてるし、それに子供の世話だって私しかしてないじゃない。はあ？だからなんだよ。それが嫁の仕事だろ。今の時代にそんな考えは古すぎるよ。少しくらい家庭のことを考えてって言ってるの。ああもううるせえな。俺に指図すんじゃねえよ。夫はそうやってブチギレて自室にこもってしまった。夫が大声を出して怒ったので、娘が起きて泣いてしまい、私は娘をあやす方に集中せざるを得なくなってしまった。だが夫に対して
これ以上にないほど頭に来たことは確かだ。私はしばらく実家に帰ろうと思い、約1週間分の衣服などをまとめた。そして翌朝早くに娘を連れて実家へと帰った。事前に事情を説明していたので、両親は温かく私を出迎えてくれた。夫婦の関係というのは大変だからな。でも確かに、もう少し雅人君には家庭のことを考えてほしいものだな。まあまあ、一旦そういったことは忘れて、あなたも羽を伸ばしなさい。家事は私がやるから、久しぶりにゆっくり休んで。両親はそうやって私のことをいたわってくれた。そのおかげで日々の疲れも取れたし、仕事にも集中できた。あのどうしようもない夫も、一週間もあれば私のありがたみがわかるだろう。家事をしてくれる人のありがたみを思い知ってほしくて、私はあえてそれくらい長い期間家を出たのだ。だが夫からはその間に連絡は来なかった。意地を張って連絡をしてこないのだろうか。とりあえず一週間以上は親に迷惑をかけるので、私は一旦家に帰宅した。一体どれくらい家の中は汚れているだろうか。私は若干不安になりながら、家の玄関を開けた。すると家は私が出て行った時と変わらず綺麗だった。まさか夫が掃除したのか。私は驚きながら家の中に入っていった。だが今のテーブルの上にあったものを見て、私は絶句した。え、嘘。なんとそこには記入済みの離婚届が置いてあったのだ。そして夫の部屋を見ると、荷物が一切なかった。要するに夫は、私が家を空けている間に出て行ったのだ。私は慌てて夫に電話をした。ちょっと、雅人。あなた、誰ですか？え、夫に電話したはずなのに、電話に出たのは女性だった。あ、もしかして雅人の奥さん？そうだけど、あなたこそ誰よ？私は雅人の彼女よ。え、あんたは雅人に愛想をづかされて捨てられたの？そんな。不倫をしてたってこと？雅人は私を選んだのよ。最初は不倫でも、今は私が正式な彼のパートナーってこと。だから早く離婚届出しておいてね。あ、探そうとしても無駄だよ。もう私たち、仕事辞めて違う場所に来てるから。あなた、新居のローンとかあるんでしょ？しかも子育てもしなきゃいけないんだもんね。ただの会社員がそんな出費賄えるとは思えないけど、まあ頑張ってちょうだい。そう言って、不倫相手は一方的に電話を切ってしまった。私は絶望した。まさか夫が不倫をしていて、しかもいきなり姿を消すなんて。私は言いようのない怒りがこみ上げてきて、感情をうまく制御できなかった。すぐに親に来てもらい、話をしていくうちに、少しずつ冷静さを取り戻していった。親も憤慨していて、今すぐとっ捕まえてやろうと言っていたが、わざわざ私があいつらを探すのに更新所を手配してなんて、無駄にお金をかけることをするのは嫌だった。とりあえず義両親に連絡をしたのだが、義両親も夫がどこに行ったのかはわからないそうで、ものすごく謝られた。私はいろいろと思うところはあったが、もう夫のことなどきれいさっぱり忘れて、前を向いて生きようと決めた。そして離婚届を提出し、シングルマザーとして娘を育てることに。そこで問題になったのが、この新居だ。私名義で契約しているこの家は、夫婦二人で支払っていくことを想定していたから、結構高めの家で、ローンがまだ4000万も残っている。夫がいなくなってしまった今、このローンを私一人で返済していかなければならない。だがそんなことは不可能だ。子供のための学費を貯金したりすることを考えたら、現実的ではない。だから私はこの家を売ることに決めた。
それから1年が経った。私は離婚後、実家に戻って両親のサポートを得て、子育てをしながら仕事に打ち込んでいた。そんな中、ある日買い物の予定があって街中を歩いていた私は、いきなり声をかけられた。お、久しぶりだな。そう言って私に声をかけてきたのは、元夫だった。え、マサト。お前、こんなところで何やってんだよ。その顔は私をバカにしたくて仕方ないというほどに、ニヤニヤしている。何って、娘のために必要なものを買いに来ただけだけど。私は一刻も早くその場を立ち去りたかった。だが元夫はしつこく話しかけてきた。お前、ローン返せずに家を売ったらしいな。なんで知ってるの？お前が今もあの家で生活できてるのか確かめに行ったんだよ。だけど表札が変わっていたから売ったんだなって分かったんだ。まあお前の収入じゃ無理だもんな。たとえマイナスになっても家を売った方が得策ってもんだ。今はどれくらい借金を背負ってるんだ？そうやって私に聞いてくる元夫。きっと私の返答を聞いて思いっきり笑うつもりなのだろう。だが残念だったな。あんたの思い通りにはいかないよ。あの家、時価が一気に上昇して2億で売れたんだよね。え？そう。だからまあいろいろと差し引きしても1億以上の利益が出たってわけ。私の言葉を聞いて元夫は一気に顔を青くした。そんな嘘だろ。まさかあの家がそんな値段で。どうしてだよ。あの家は別に悪くはないが、普通の値段の家だったじゃないか。まあ運が良かっただけなんだけど、あの家の建築デザインを設計してくれた親戚は世界的に認められる賞を受賞したの。それはあなたが駆け落ちをする前の出来事で、そのおかげであの家はものすごいプレミアがついて高値で売れたのよ。まあ新築だったし、ほとんど汚れていなかったからね。そんな。そう、それじゃあ財産分与をよこせよ。半分は俺のものだろ。残念だけどそれはできないわ。だってあなた、離婚届と一緒に財産分与はなしだという誓約書も丁寧に残していったじゃない。あの時は俺の財産をお前に一銭もやりたくなくて。そうだとしてもあれは有効なんだから、私が得たお金をあげる必要はないわ。それじゃあもう話すことはないから。ちょっと待ってくれ。実は俺借金があるんだ。株で一儲けしようとして失敗しちゃって、それで再婚した相手にも逃げられちゃって。呆れた。それで私に助けを求めてこようと思ったわけ。本当にあなたって調子がいいわよね。でも私はあなたに捨てられた身よ。あなたにお金の援助なんてすると思う？むしろこうして顔を見せてきたんだから、不倫の慰謝料と養育費を請求するからな。あなたがこれ以上私に近づいてくるなら、さらに借金が増えることになるけどいい？それが嫌なら二度と私や私の家族に近づいてこないで。ひ、元夫はそう言って怯えながら逃げていった。もう元夫から慰謝料とかをもらうことなんて期待していないし、むしろ今は向こうが私に近づいてお金をたかってくるのを避けたい。だからこう言えば絶対に私の前に姿を現してこなくなるだろう。実際それから元夫は一切現れなくなった。まあもしかしたら借金まみれで支払いに追われて暇がないのかもしれないが、私はもう元夫なんていなくても十分に幸せで豊かな生活を送れているので、今さら関わりたくもない。今はすくすく成長していく娘と両親と仲良く楽しく暮らしながら、毎日仕事を一生懸命に頑張っていこうと思っている。本当にダメな嫁だな。いつまで経ってもどんくさいもんね。そう言って私を罵倒してくる夫と義士。
家事もしないゴミ嫁は出ていけ。義母なんてそのように言って私に向かって塩まで撒いてきたのだ。おかげで家着が塩まみれでしょっぱい。はいよ、これ離婚届。あらかじめ用意していたのか。承認欄は義母と義姉が書いている。私は離婚届を受け取り、自分の名前を記入して荷物をまとめた。お世話になりました。っていうかお世話しましたが正しいですね。私の名前はのぞみ、30歳の会社員だ。夫のまさととは結婚して2年になる。私たちの出会いは合コンで、彼は当時中小企業で働く会社員だった。そして合コンでは彼の方からアプローチをかけてきた。誠実そうだし真面目に働いているし、年齢も私より2歳下で若いし、彼となら安定した生活を送れそう。そう思い私は彼とデートに行くようになった。彼はとても優しくて、紳士的でリードしてくれて、私はどんどん彼に惹かれていった。そして私たちは付き合うようになり、順調に交際を進めて結婚に至った。結婚しても私たちは共働きで働いていた。家事も分担してバランスよく幸せに暮らしていて、結婚して2年が経った今もそれは変わらない。だがそんな中で、夫はいきなり仕事を辞めてきた。どうして急に辞めたの？俺には会社員は合わないってことが分かったから。そんな理由で？そんな理由でって、のぞみは俺の味方じゃないの？いや、そういうわけじゃないけど、嫌なことがあったなら相談してほしかったよ。ごめん。でも俺、今すぐ辞めたかったから。頭をかきながらそのように言う夫。私はびっくりしてしまったが、そこまで夫が今の仕事を嫌がっていたとは知らなかった。とりあえずは私がそこそこ稼ぎがあるから大丈夫だが、できれば早めに次の仕事は探してほしいと思う。だがそれから2週間後、夫は驚きの発言をした。俺、タピオカ屋開くわ。本気で言ってるの？原価も安いし、小さいテナントでもやってけるしいいだろ。そんな。だってあなた、飲食店で働いたことあるの？いや、ないよ。だったら無理でしょ。なんでだよ。やる前から勝手に決めつけんなよな。まずはどこかの飲食店で働くとかならまだわかるけど、いきなり店を開くのは反対よ。いいや、俺は店を出すよ。誰かの元で働くってのが俺には合わないんだ。そう言って夫は私の意見など聞かずに、勝手にどんどんとお店を開く準備を進めていった。私は一切協力しないから自分でやってねと言ったのだが、意外にも夫は自分だけで店のデザインとかコンセプトとか決めていってお店の開店準備をしていた。だんだんと形になっていくのを見て、私もまあここまでちゃんとしてるならと、とりあえずは様子を見ることに。そうして夫は本当にタピオカ屋をオープンさせた。店内の雰囲気もいいし、立地も悪くない。これなら本当に繁盛するかも、と思った。だが現実はやはり甘くはなかった。それもそのはずで、もはやタピオカはブームが過ぎ去っていた。買いに来るのは流行りとか関係なくタピオカが好きなコアな人だけ。しかも飲食店での仕事に慣れていない夫は飲み物を作るのもかなり遅い。だからお客さんの手に渡る頃には氷が溶けて飲み物が薄くなってしまっている。そのためリピーターもつかず、話題にもならずで、全然売り上げは上がらない状態だ。まあ、最初の1、2年は利益ゼロを覚悟しろと飲食業界では言われているみたいだから、仕方ないのかもしれないが、それでもこのままじゃ潰れるのは目に見えていた。だから私は夫に早々に見切りをつけて店を畳んだらどうかと話してみた。すると夫は、まだ始めたばっかりなんだから辞めるわけないだろ、
と怒り、どうしてやる気をそぐようなことを言うんだよ、と私を責めてきた。こうなると夫は自分の意見を決して曲げずに私を罵倒しまくる状態になるのだが、私も負けるわけにはいかなかった。このままじゃどんどん赤字になって、借金が増えていくだけじゃない。今回ので、計画もなしに飲食店をやるのは無謀だってわかったでしょ。それだけでも十分な収穫だと思うわ。飲食店で成功したいなら、もう少し経験を積んでからにしましょう。私は頑張って説得をしようとしたが、夫は聞く耳を持ってはくれなかった。どうにかして夫を正気に戻さなければ。そう思っていたのだが、夫は翌日また驚きの発言をしだした。母さんと一緒に暮らそう。え？どうして？だって実家に移り住めば家賃はタダになるだろう。そうすれば利益が少なくても問題ないだろう。それに母さんは父さんが亡くなってからもう何年も一人だからさ。親孝行の意味も込めて同居しようと思うんだよ。夫はそう言って私を説得しようと試みていた。だが私は正直な話、同居にはあまり乗り気ではなかった。というのも義母は私に対しての当たりがきつかったからだ。今までにも正月や盆の時に義実家に行っていたのだが、なんというか私のことを嫌っているような態度をとってくるのだ。まあこれといってひどい嫁いびりをされたことはないが、同居を始めたらいろいろと面倒なことになりそうだとは思った。しかし夫は一向に折れる気配がない。それにこのまま本当に夫がお店を続けるなら、私たち夫婦の生活はどんどん貧しくなっていく。それなら義実家で暮らした方が安心できるだろう。私はメリットとデメリットを比べた時にまだメリットの方が大きいと思ったので、とりあえず同居を承諾することに。そして始まった義母との同居生活。私はすぐに義母の嫁いびりの洗礼を受けた。のぞみさん、ボケっとしてないで掃除に洗濯に料理と早く進めてちょうだい。とろい嫁ね。飲食店のオーナーの嫁なんだからもっとちゃんとしなさいよ。いきなり家の中で響き渡る義母の怒声。私はまさか初日からこんな風に怒られるとは思わなかった。もうすでに気分が重かった。夫はというと、嫁である私が困っているというのに全くの知らん顔だった。そして義実家での生活で私を困らせる存在はもう一人いた。それは義士だ。私は義実家に移り住んでから知ったのだが、義士は離婚して子供を連れて義実家に戻っていた。そのため同居する相手は義母だけでなく義士とその子供も一緒だったのだ。のぞみさん、なんでアイスがないのよ。え、だってお子さんが昨日2つ食べてたじゃないですか。はあ、そんなこと聞いてるんじゃないわよ。亡くなりかけてる時点であんたが買ってこいって言ってんの。マジで気が利かない嫁。義士も義母と同じように私に対してあれこれと文句を言ってきた。夫は相変わらずで、義士が私を責め立てても興味を持たずに無視をする。あなたが言ったから同居生活を承諾してるんだが。私は冷たい視線を夫に向ける。だが夫はソファーでくつろぎながらスマホをいじっていた。同居して数日も経たないうちに、すでに私のイライラは限界近くまで募っていた。そしてこれも後から知ったのだが、義実家は35年ローンを組んでいて、いまだにローンの支払いが残っているらしい。それなのに義母は働かないし、義士も働いていない。現在は義父の遺産と年金から払っているそうなのだ。義母一人だけの生活ならなんとかローンを支払えていたそうなのだが、義士が子供を連れて戻ってきたことで、かなり支払いは厳しくなっているらしい。そのため義母は、同居をするからには、ちゃんとお金を入れてちょうだいね、と言ってきた。家賃がかからないと夫が言ったから、私は同居を承諾したのに、
これじゃあ意味がないじゃないか。しかも義母は生活費もあなたたちに負担してほしいから、月に25万くらいは入れてね、と要求してきた。結局、私は給料から義実家に毎月25万を入れることになってしまった。だが私がおとなしく支払いをしていたのには理由がある。それは夫がそろそろ売り上げが伸びそうな感じがすると言ったからだ。夫の話だと客足が伸びているらしい。夫のお店が軌道に乗れば生活も安定するだろうと思ったので、私はそれまで耐えることにしたのだ。そしてそれから3ヶ月ほどは頑張って耐えていた。だがその間にも義姉や義母からの嫁いびりは絶えず続いていた。そろそろ限界を迎えそうだった私は、こっそりと夫の店に抜き打ちで行くことにした。だがびっくりするほど客が来ていなかった。私はしばらく遠くから夫の店を見ていたのだが、全く客が入る様子がない。もしかして夫は嘘をついていたんじゃないのか。そんな考えが頭をよぎった。そしてそれと同じタイミングで、私は取引先の新規開拓に成功。それからはその会社と合同で取り組むプロジェクトに責任者として参加することになった。責任者となると、本当にやることが山積みになる。そのため残業は当たり前だし、早めに会社に行かなければいけない時も出てくる。そうなると家事をする時間はどんどんとなくなっていく。できれば専業主婦である義母と義姉にしてほしいのだが、二人は頑なに家事を拒んだ。家事は嫁の仕事でしょ。そう言って義母も義姉も全ての家事を私に放り投げていた。そのため私が仕事が理由でしばらく家事ができないと、洗濯物はたまりまくるし、部屋の中は埃だらけになるしで、本当に大変な状態になる。しかも晩ご飯も私が用意しなければいけないし、残業で遅い日は高級寿司など高いものの出前を取って私以外で堪能している。そして仕事が理由で家事ができないのに、義実家の人たちはこぞって私を責めてくる。最近では義母と義姉だけでなく夫までも私を責めてくるのだ。本当にダメな嫁だな。いつまで経ってもどんくさいもんね。そう言って私を罵倒してくる夫と義姉。家事もしないゴミ嫁は出ていけ。義母なんてそのように言って私に向かって塩まで撒いてきたのだ。おかげで家着が塩まみれでしょっぱい。ひどすぎる。私は私なりに家事を一生懸命頑張ってきたし、他にも生活費を入れたりといろいろと貢献してきた。それなのにこの扱いか。大体ね、あんたマサトの稼ぎで食べさせてもらってるくせに生意気よ。え？そうそう。小遣い程度の稼ぎしかないくせに家事をサボって本当に何をやってるんだか。残業とか言って不倫してるんじゃないの？は？なんだ、お前、俺が頑張って店を切り盛りしている間に不倫してるのか。こりゃ慰謝料ももらわないとな。勝手に私が不倫をしている前提で話を進める義家族。そして義母は引き出しから何やら紙を取り出して私に渡してきた。はいよ、これ離婚届。あらかじめ用意していたのか。夫の部分はすでに記入されていた。証人欄は義母と義姉が書いている。もう限界だった。どうして一番頑張っている私がこんなにも振り回されなければならないのか。こんな家さっさと出て行ってやる。私は離婚届を受け取り、自分の名前を記入して荷物をまとめた。私が荷物を持って玄関へ向かうと、義家族の人たちはニヤニヤしながら私を見送った。これでせいせいするわね。疫病神を追い払えたって感じね。一人で寂しく生きろよ。最低だ。私はこんな人たちのために頑張ってきた自分を少し恨んだ。さすがにこのまま言われっぱなしで去るのは嫌だった。
私は吐き捨てるように義家族の人たちに言ってやった。お世話になりました。っていうかお世話しましたが正しいですね。私がいなくなって困るのはあなたたちでしょうけど、せいぜい頑張ってくださいね。私がそう言うと義家族の人たちは、目を見開いて何かワーギャー騒いでいたが、私は無視をして義実家を出て行った。その後、私はすぐに離婚届を提出し、単身用のマンションを借りて快適な生活を送り始めた。なんでもっと早くにこうしなかったのだろうか。あんな家、すぐに出て行けばよかった。自分の判断の遅さに後悔しながらも、私はそれから平和で穏やかな日常を送っていた。ちなみに義母からはなぜか家を出た後に鬼のように電話が来ていた。私をまだ罵倒したりないのか、それとも夫の稼ぎの真実を知ったのか。理由はわからなかったが、このまま相手してもきっと面倒なことになるだけだと思い、私は義母からの電話には出ないことにした。そうして日々を過ごしてあっという間に1年が経った。すると見知らぬ番号から電話が。最初は出ない方がいいかなと思ったのだが、もしかしたら取引先とか仕事関係の電話かもしれない。そう思い、私は慌てて電話に出た。すると電話口から聞こえてきたのはなんと元義母の声だったのだ。あ、のぞみさん、やっと電話に出てくれた。あなた、私の前の番号を着信拒否にしたでしょ。そりゃあれだけ鬼電が来てたらそうするだろう。要件は何ですか？私はいちいち相手にするのが面倒で、早く本題に入ってもらうことにした。そうね。余計な話はせずに単刀直入に言うわ。私たちのところに戻ってきてほしいの。は？何言ってるんですか？お願い。私たち本当に困ってるの。マサトはタピオカ屋の利益が1年経ってもほとんど出なかったってことを後から言い出して、店の家賃などは自分の遺産の取り分から出していたそうなの。そこで初めて私はあなたが家にお金を入れていたってことを知ったのよ。やっと気づいたんですね。初めからあなたが言ってくれていればよかったのに。あれ？いいんですか？そんな態度とって。もう私しか頼る人いないんじゃないんですか？ごめんなさい。今のは取り消しで。この通りだからお願いよ。あなたのことはもういびらないから。私たちのところに戻ってきてちょうだい。電話越しでも義母は本気でお願いしてきているのが分かった。そりゃ35年ローンを支払いながら、大きな子供2人を育てるなんて確実に無理だろう。だがそれにしては義母は今までやりすぎた。残念ですが、私はあなたたちを一生許しません。よりを戻すなんてありえないですから。ローンが払えないなら家を売ればいいんじゃないですか。まあどうせマサトのやつはずっと赤字を出し続けていたから借金が相当なことになっていそうですけど、その借金を合わせたら家を売るだけじゃ済まないでしょうね。だからこうしてお願いしてるんじゃない。あの子のタピオカ屋は3ヶ月前に潰れたのよ。やっぱり潰れたんですね。でも私にはもう関係のないことですから。離婚もしていますし、あなたにとっては私はゴミとのことですしね。あれはつい感情的になって。もうどうでもいいです。とにかく私はもうあなたたちとは赤の他人なので。あとは自分たちだけで頑張ってください。そう言って私は電話を切った。その後、元義家族について、元夫と私の共通の友人が教えてくれた。何でも元義家族は、家のローンが支払えずに結局家を売ったらしいが、びっくりするほど低い金額で売れたため、多額の借金を背負ってしまった。さらには元夫の店の赤字続きによる借金も加わり、
今は義家族全員がバイトを掛け持ちして働き、借金を返済するだけの日々を送っているらしい。一方で私は仕事で昇進し、給料が上がった。今は私自身のためだけにお金を使い、平和で幸せな日々を送っている。え、ちょっとお母さん、どこに行くんですか？ハワイだよ。ハワイって、そんなお金どこにあるのだろうか。その時私はハッとした。なんと娘の大学の入学金用として貯めていたお金がなくなっていたのだ。あなた、どういうつもりよ？俺は親孝行をするんだ。その邪魔をするな。じゃあお土産買ってくるわね。そう言ってニヤニヤしながら家を出ていく二人。私は二人の背中を見ながらそっとつぶやいた。いつまでもあると思うな嫁と言え。私の名前はのぞみ、46歳の主婦だ。夫のまさとと娘のまい、そして義母の4人で暮らしている。もともとは親子3人で暮らしていたのだが、5年ほど前に義父が亡くなってから夫が無理やり義母を家に連れてきた。私は正直言って義母との同居生活は嫌だった。義母は私のことを明らかに嫌っていたからだ。最初にそう思ったのは結婚の挨拶の時。あら、なんだか地味な人ね。マサトとは不釣り合いなんじゃないかしら。いきなりそんなことを言われて私は開いた口が塞がらなかったのを覚えている。慌てて義父が義母を叱り、私に謝罪してくれたからよかったが、初対面でそんなことを言ってくるなんてものすごい非常識な人だなと思った。母さんがひどいこと言ってごめんね。別に気にしなくていいから。夫は後でそのように私に言ってくれたが、その時に義母に注意をしてほしかった。この人は直接義母に強く出れないのではないかと私は少し不安になったのを覚えている。それでも彼のことが好きだったから結婚をした。それに同居とかはしないだろうと思っていたから。だが夫と暮らし始めてから私は予想していなかった嫌な事実を知ることになる。それは夫が亭主関白だということだ。結婚したからには仕事はやめてもらう。え、あなた私に結婚後も働いていいって言ってたじゃない。最初はそう言ったかもしれないが、やっぱりダメだ。すぐに辞めて家庭に入れ。そんな、いきなり言われても困るわよ。会社を辞めるには最低でも1ヶ月前までに言わないといけないし。じゃあ絶対に今月中に辞めろ。夫はそう言って私に辞める以外の選択肢を与えなかった。私は結局1ヶ月後に会社を辞めて専業主婦になった。この時から夫に対して少し不信感を抱くようになっていた。この人はいざという時に私のことを守ってくれるのだろうか。そんな不安を感じていた時、私が妊娠していることが分かった。私が妊娠したことを夫に報告すると、夫はすごく喜んだ。寝かしたぞ、のぞみ。そんな風に褒めてもらえて、私はとても嬉しかった。そしてそれからというもの、夫は私にすごく優しくなった。大丈夫か、のぞみ。あまり無理はするなよ。辛いなら出前を取ってもいい。母子ともに健康でなくてはいけないからな。つわりで苦しんでいる私にそう言ってくれて本当に嬉しかった。そして妊娠をしている時だけは義母も優しかった。のぞみさん、何か手伝うことはない？買い物とか代わりに行ってくるわよ。ありがとうございます、お母さん。義母は結婚当初から顔を合わせるたびに私をいびってきていたのだが、妊娠中だけは人が変わったように優しかった。だが出産が近づいてきた頃、再び嫌な出来事が起きた。それで生まれてくる子の性別は分かったの？義母と夫と3人でゆったりとお茶をしている時に義母が聞いてきた。はい、
女の子だそうです。私がお腹をさすりながらそう言うと、空気が凍りつくのを感じた。異常を察した私は、夫と義母の顔を見た。二人ともゆっくりと目を閉じて開き、ため息をついた。やっぱり役立たずの女ね。え？俺たちが親切にしてきた時間を返せよ。ちょっとどういうこと？普通は最初に男の子を産んで、夫の家族を安心させるのが嫁の務めだろ。え？私と主人の家計がここで途絶えたらどうするつもり？そんな、夫と義母は生まれてくる子供が女の子だと分かった瞬間、手のひら返しで態度を変えたのだ。それからは私がどんなに体調が悪くても気遣ってくれることはなかった。どうして晩ご飯ができてないんだよ。ごめんなさい。体調があまり良くなくて。妊娠は病気じゃないんだ。サボってんじゃねえ。そうやって怒鳴り散らして、夫は義実家にご飯を食べに帰った。私は体調が悪いのにずっと一人にされて心細かった。そして娘が生まれてからのことも不安に思った。もしかしたら娘のことも存在に扱うのではないだろうか。そんな不安を抱えながら私は出産をした。娘が生まれると夫も義母も可愛いと言って嬉しそうに娘を抱いていた。その様子を見て私はほっと一安心をした。とりあえずは娘のことを大事にはしてくれそうだ。実際夫は娘を溺愛していて、仕事も早めに切り上げて帰ってくるようになった。夫が娘をあやしてくれるおかげで、私は夜にゆっくりお風呂に入れたし、その隙に作り置きのおかずを作ったりすることもできた。だが私への態度は相変わらずだった。日中に舞の世話はちゃんとしてるのか？ちゃんと母乳を飲ませてるか？ええ、ちゃんとやってるわよ。舞に何かあったら許さないからな。そう言って私を睨みつける夫。これが妻に向ける目だろうか。喧嘩漫画だったらバチバチと火花が飛んでいる描写が描かれそうなほどだ。そして面倒なことに義母も頻繁に家にやってくるようになった。舞ちゃんに会いに来たわよ。のぞみさん、お茶とお菓子をすぐに用意してちょうだい。私が家事をしているとか一切気にせずにアポなしでやってくる義母。やっと娘を寝かしつけて静かに掃除をしていたところだったのに、義母は娘を勝手に抱き上げて起こしてしまった。すると大泣きをし始める娘。ちょっとのぞみさん、舞が泣いてるわよ。お前が泣かせたんだろうと思いながら、私は掃除を中断して娘をあやす。私がちらりと義母の方を見ると、食卓でお茶菓子を優雅に食べていた。本当に自分勝手で、私のことを存在に扱う義母と夫にはうんざりしていた。それから時が流れ、娘が3歳になって幼稚園に入ったので、私はパートに出ることにした。家にずっといると義母がやってきてしまうし、それに将来的に娘の学費を貯めた方がいいと思ったからだ。だが私がパートで働くと言うと、夫は反対した。お前は俺の稼ぎが少ないと文句を言うのか。なんてひどい嫁だ。そういうわけじゃないわよ。ただお金のことを気にせずに、前に十分な教育を受けさせるために働こうと思ってるのよ。私が娘を理由にパートに出ると言うと、夫は少し悩んでいた。舞のためなら、まあ仕方ない。だが絶対に家事の手を抜くことはするなよ。わかった。それは約束する。こうして私はパートに出て働けることになった。どうして嫁なのに働いているのよ。普通は家庭を支えるものでしょう。義母はそのように文句を言ってきたが、私は気にせずに働いた。義母と顔を合わせる機会が減ったので、私はストレスが減り、さらに再び社会とつながることができたので、精神的にも金銭的にも
パートを始めてよかったと思った。職場の人たちと会話をすることで、他にも嫁姑問題とか、夫とのことで悩んでいる人がいることも分かり、気が楽になった。そうして私は、パートと家事を両立する生活を過ごした。あっという間に時は流れていき、娘も中学生に。だがこの頃に義父が亡くなってしまい、夫が義母が一人じゃかわいそうだからと、家に勝手に連れてきた。この時から、再び私の辛い日々が始まった。ちょっとのぞみさん、私は朝はパンがいいんだけど、あと目玉焼きは君にしっかりと火を通して。義母の怒鳴り声で朝を迎える私。義母は私が嫁いでから十何年経っても、ずっと私のことをいびってきた。今までは離れて暮らしていたからとりあえず我慢できたのに、同居が始まってしまっては逃げ場がない。私は精神的に本当にきつかった。するとそんな中、娘が私の味方をしてくれるようになった。おばあちゃん、どうしてお母さんにそうやってきつく当たるの？え？いやいや、私は姑として嫁を教育しようと。そんな感じには見えないよ。お母さんをいびって楽しんでいるように見えるよ。お母さんのこと苦しめないで。そんな、私は。娘に厳しく言われて義母はたじろいでいた。それからというもの、義母は娘がいる前では私をいびることをやめた。私と二人きりの時は相変わらずいびってきたが、それでも度が過ぎた時に娘に相談すると、娘が後で怒ってくれた。義母は私が言い返しても何倍にも返して対抗してくるが、やっぱり孫には弱いのだろう。娘から責められるとおろおろとしていた。娘が味方をしてくれるというだけで、私はかなり気が楽になった。だがそれから数年経った頃、さすがに何度も娘に怒られたことで、義母も娘に対しても言い返すようになった。そして夫に告げ口をして、夫を味方につけようとしだした。そのため夫は娘を叱りつけ、私にもどういうしつけをしてるんだと怒るように。娘は義母の味方をする夫に反抗し、家の中は義母と夫対私と娘という構図が出来上がっていった。家の雰囲気が悪い状態が続きながらも、娘がこれから受験を迎えて大学に進学することを考えると、そう簡単に離婚には踏み切れなかった。だがそんな中で、私の堪忍袋の糸口が切れる出来事が起きた。それは娘の高校の卒業式の日のこと。今日くらいは喧嘩はせずに、家族みんなで娘の卒業を祝おうと私は思っていた。だが、朝出かける準備をしていると、靴を履く音が聞こえてきた。私は慌てて玄関へ。すると義母が大きな荷物を持って、家を出ようとしていたのだ。え、ちょっとお母さん、どこに行くんですか？ハワイだよ。ハワイってどういうことですか？私と息子はこれからハワイに旅行に行くんだよ。は、何言ってるんですか？これから舞の卒業式があるんですよ。は、あんな生意気な小娘の卒業式になんか出て何が楽しいのさ。それなら私は、私を愛してくれる息子と楽しい旅行を選ぶよ。そんな。私が義母の発言に驚き固まっていると、後ろからキャリーケースを持った夫がやってきた。ちょっとあなた、本気で旅行に行くの？自分の娘の卒業式に参加しない親がどこにいるのよ。うるせえな。別に俺が行かなくてもいいだろ。今日から海外旅行を母さんと満喫してくるからな。娘をほったらかして海外旅行に行くなんて信じられない。そして私は他にも気になることがあった。そんなお金どこにあるのだろうか。夫は貯金が苦手で散財をしやすい人だ。だから私が頑張って家計をやりくりしているほどだ。
そのためお金の出どころがわからなかった。その時私はハッとした。慌てて私は通帳を確認した。嘘でしょ。なんと、娘の大学の入学金用として用意していたお金がなくなっていたのだ。あなた、どういうつもりよ。もしかしてこのお金を使って旅行に行くの？ああ、だってこれは俺の金だろう。俺は親孝行をするんだ。その邪魔をするな。何言ってるのよ。これは私がパートで働いて貯めたお金よ。あなたが引き出した金額は、舞の大学の入学金に相当する額よ。別にいいだろ。まだ通帳には金はあったし。夫はそう言って靴を履き出した。本当に信じられない。この男は一体何を考えているのだろうか。じゃあお土産買ってくるわね。そう言ってニヤニヤしながら家を出ていく二人。私は二人の背中を見ながらそっとつぶやいた。いつまでもあると思うな嫁と言え。私はため息をつき、心配そうに私を見つめていた娘を抱きしめた。お母さん、私大学に入れないの？うん、心配しなくて大丈夫よ。舞が頑張って合格した大学には必ず通わせるから。娘にそう言って私たちは卒業式に参加した。そして帰宅してから私はとある作戦を考えて実行することに。それはこの家を売ることだ。実は今私たちが住んでいる家は父の名義で買った家なのだ。結婚して割とすぐに子供ができただろう。まだ雅人君はそこまで稼ぎがないだろうし、私がのぞみたちのために家を買ってあげるよ。そう言って父は私たちに家をプレゼントしてくれたのだ。きっと夫はそんな昔のことは忘れて自分が買った家だと思い込んでいるのだろう。だから私はすぐに父に連絡をして家を売ってもらうことにした。幸いすぐに買い手が見つかり、私は娘と一緒に引っ越しの準備を始めた。夫と義母の荷物については事情を説明して義弟の家に送らせてもらった。義弟は本当に兄と母がご迷惑をおかけしてすいませんと謝ってくれた。きっとあの二人と暮らしていた頃は義弟も苦労したことだろう。荷物をすべて撤去し終えた私と娘はとりあえず私の実家で一時的に住むことにした。するとハワイから帰国してきた夫たちから連絡が来た。おい、どうなってるんだ。なんで家の鍵が開かないんだよ。ああ、それは家を売ったからね。私たちのものじゃないから、すぐに鍵を変えたのよ。はあ、どういうことだよ。なんで俺の家を売ってんだよ。やっぱり忘れてるのね。あの家は私の父の名義の家でしょ。あなたとお母さんは越えてはいけない一線を越えたわ。だからもう私も容赦はしない。あの家にあなたたちの居場所はないし、私はあなたと離婚するわ。離婚？ちょっと待てよ。今さら離婚なんて何考えてるんだよ。今更じゃないわよ。今も私はあなたたちに苦しめられてたんだから。まああなたたちは家政婦を失って困るかもしれないけどね。そんな、っていうか俺たちの荷物はどうしたんだよ。それはあなたの弟に事情を説明して荷物を送らせてもらったわ。なんだと？何をしてくれてるんだのぞみ。え？あいつと俺は仲が悪いんだ。ええ、知ってるわよ。でも他に送れるところがないから仕方ないじゃない。とにかく、私はもうあなたたちを許さないから。離婚については弁護士を通して話し合いましょう。そう言って私は電話を切った。義母がワーギャー騒いでいる声が聞こえてきたが、義母に電話を代わられる前に切って、着信拒否をしてやった。その後、私は弁護士を通して夫に離婚を要求。
夫は最後まで渋っていたが、最終的に承諾した。ちなみに義弟は、やっぱり義母と夫から存在に扱われていたらしく、その恨みを少し晴らすために、義母と夫の荷物を次々と売り払ったらしい。そしてそのお金で海外旅行へと旅立ったそうだ。義母と夫は残った荷物を回収したくても、義弟が旅行に行ってしまったので、回収することができず、夫は慌ててスーツやカバンを購入して、ビジネスホテルから会社に通ったらしい。そして貯金が全くない彼らなので、新しい部屋を借りても、家具や家電をすぐに揃えることができず、困っていたそうだ。義母は今まで私に家事を押し付けていたし、さらには高齢になり、体が思うように動かせなくなったので、現在は元夫が仕事をしながら家事をして、さらには義母を病院に連れて行ったりせざるを得なくなったそうだ。今まで私に押し付けてきたことのツケが回ってきたのは、本当にいい気味だと思う。一方、私は父の知り合いの会社で、事務員として働かせてもらえることになった。今は安定した収入を得ながら、娘の大学の費用も支払うことができている。これからも私は娘と自分の親を大事にしながら、シングルマザーとしてたくましく生きていこうと思う。